こんにちは、フィーフィーです。アメリカがさらに中国を追い込んでいく中で驚くようなニュースが入ってきました。日本とアメリカの政府が安全保障の観点から楽天グループを監視していくことを発表しました。楽天といえば3月に中国の IT 大手、テンセントの子会社が楽天の大株主になったと報じられたばかり。 その矢先に早速アメリカ政府に目をつけられてしまったということなんですアメリカは日本とアメリカの顧客データがテンセントを通じて中国当局に筒抜けになる可能性が大きいとして楽天を日本政府とともに監視していくと発表しましたアメリカは今中国企業を 世界の市場から排除しようとして動いてもいるわけですから、まあ、今回の件は安全保障の面だけではなくて、中国排除という目的の意味でも象徴的なことで衝撃が走りました。まず楽天は携帯電話の事業に参入したことで財政が悪化して、でそこに天ンとンの子会社が657億円を楽天に出資したんですが、 これは楽天の株を3.65%保有したことになるんですね。そして、テンセントの子会社が楽天の大株主になったわけですが、日本の法律では安全保障に関するサイバーセキュリティだったり、通信などの分野、まあ、こういった事業をしている企業は1、1%以上を外国の企業が出資する際には、事前に届け出をするように求めているんですね。 えただ、外国の企業が1%以上出資する場合でも、経営には関与しない、純粋に投資をしている場合には、まあ、この事前の届けでも免除されるんですね。で、楽天はまさに今回のテンセントの出資の件を純粋な投資、まあ、つまり純投資だと説明しているんです。ただ、このタイミングも悪いんですよね。 アメリカはテンセントをそもそも安全保障上の理由で以前からずっと目をつけてきたんです。でそんな中で楽天がテンセントと関われば当然楽天もアメリカ政府から目をつけられてしまいますよね。え楽天はアメリカでもネット関連の事業をしているのでアメリカの政府はアメリカの国民の情報が楽天を通じて中国側に流出することを恐れているわけです。 だから今回日本政府とともにアメリカ政府が楽天を監視対象にして今後継続的に情報がちゃんと管理されているかチェックしていくというわけなんですえちなみにテンセントという中国企業は LINE のような通信アプリ WeChat とかあとはゲームなんかを作っている中国を代表する IT グループなんですね でも最近中国はこうした中国の IT 大手に対する統制に力を入れているんです。例えばついこの間もアリババに対して3000億円もの罰金を中国政府は課しました。理由は独占禁止法に違反したから。 でも本当の理由はこうした IT 企業が大きくなるにつれて中国政府に対して生意気な態度を取るからとそれに対する中国政府からアリババのようなこう IT 企業への報復なんですよねアリババの件の後すぐに中国政府は大手の IT 企業の幹部を集めて下手なことをしないようにと警告までしているんです 民間企業といえどもやはり中国では政府による干渉は大きいんですね。中国企業は中国政府には逆らえない。情報提供を求められれば当然提供するでしょう。だからこそアメリカ政府は中国の民間企業に対しても警戒をしているんです。またこれらの企業が世界市場で力が大きくなることも 阻止したいんですよね。だからアメリカはこうした中国の IT 企業への締め付けを強めているんです。これ楽天の件はタイミング的にも日米首脳会談が終わってすぐだったんですね。4月20日の夜に報道されました。 実はこうした経済における安全保障もこの前の日米首脳会談では議題の一つとして日本とアメリカで話し合われてたということなんです。中国市場は大きいし魅力的と思う日本企業もこうした政治問題を無視して経済的なメリットだけを追い求めればそれは大変危険なことなんです。アメリカはもちろん EU もですが 今後もっと中国企業を締め出しにかかりますから、まあ、中国企業と関わっている日本企業にもこうしたリスクが付きまとうわけですね。そこを十分に認識する必要があると思います。楽天は、テンセント子会社の出資は、経営とは関係ないし、データにも関与しない。株主との間でもちゃんと情報は遮断されると、そう説明していますが、 これをどう見られているのか認識した方が良いでしょう。えつい最近も LINE の件がありましたよね。これもまさに日本企業だけではなくて日本政府にも言えることなんですが安全保障という面であまりに危機意識が低いし危機管理も十分にできているとは思いません。数日前にもこんなニュースがありました。JAXA 宇宙開発機構や防衛関連の企業など 日本のおよそ200にも上る研究機関や日本の企業が中国から大規模なサイバー攻撃を受けた件。これ、中国軍の指示を受けた中国のハッカー集団によるものだったということが分かったんです。しかもこれに関わっていたのが日本でシステムエンジニアとしても滞在していた中国共産党員で、元留学生の 中国人男性だったと、まあ、警視庁は発表していますこの人も国外に逃げてしまっているんですけれども警視庁は書類送検をしたと発表しているんですねでもその容疑がサイバー攻撃に使われたレンタルサーバーを偽名で契約したというものただこの中国人男性のやったことはスパイ活動ですよね 留学生という名目で日本に来てやっていることは中国軍の命令に従って日本に不利なことを仕掛けているわけですからでもスパイ容疑とはならないわけですよねちゃんとしたスパイ防止法という法律が日本にはないから、まあ、これが取り締まりにくいんですこれではスパイやり放題ですよね 今も日本の大学や企業には中国人のスパイが多くいるのかもしれません。アメリカの大学は特に理系で中国人留学生の受け入れの拒否など、まあ、慎重になっているといいます。しかし日本はそれに対する対策が一切なされてはいません。 これでは日本の優れた技術も盗まれてしまうし国の重要な情報も中国政府に流れてしまうわけです。このサイバー攻撃の件も2016年から2017年の出来事なのにこれまで公安は打つ手がなかったのか今になって書類送検しているんですね。 アメリカからもっと厳しく取り締まるように日本へ圧力があったのかもしれないのですが、スパイ活動や情報漏洩については、本当にもっと日本政府が積極的に対策を考えるべきなんです。スパイ防止法はいつになったらできるのでしょうか。スパイ活動への対応の遅れを認識してほしいものです。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。